見える外貨メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。本日もですね、公式 LINE ご登録者の方からご質問いただきました。このチャネリングって本当にできるんでしょうかと。で、世の中でチャネリングできますよと言ってですね、何かどうなのかなと思う人もいらっしゃいますと。じゃあ、そのところのですね、本当にそれが起こりうるのかということと、じゃあ、そういう人どうなのかなというところですね。そのところの話に入ります。では、画面の共有に入ります。こちらですね、このチャネリングってできるなーっていうところです。公式 LINE ご登録者 A さんからのご質問です。大ちゃん先生、こんにちはといつも動画ありがたく拝見させていただいています。チャネリングができるなどという方をよく目にするのですが、チャネリングとは、いうものは本当に存在するのでしょうか？こんなにたくさんのチャネラーといった人が存在することが可能なんでしょうかと。私が以前克服した病気があるのですが、たまたまその病気についてをチャネリングしてアドバイスをしますといった類の動画などを見かけ、非常に腹立たしくなってしまいましたと。亡くなった方をチャネリングしてみたらということも同じくです。もしよかったら人は自分以外の意識を扱うということが可能なのかということについて教えてくださいということですね。まあ人の意識という部分においてはですね、アルバート・ポップ博士も意識はバイオフォトだということを伝えていて、でさらにですね、アルバート・ポップ博士がおっしゃっているのが、私たちが死ぬときに私たちの周波数データと私たちの細胞を作っている物質とがデカップリングをすると。で、このお亡くなりになるときに私たちの意識、データ、バイオフォトンの周波数と、体が切り離れますよと。で、イメージで言うと、このデータ、バイオフォトンっていうのは電磁波になります。で、この電磁波で私たちがお亡くなりになると、この電磁波が抜けますよと。これがある意味スマホからデータが抜けるようなもので、スマホのデータがこの周りに飛び交ってる、Wi-Fi で飛び交ってますみたいな、状態のように、いろんな方々の意識が飛び交ってますよと。で、そのところを周波数を合わせてあげると、その方の、意識と、つながれるというかな。で、それを自分が声で聞こえたりとか、なんか感覚的に受け取って、それを日本語とか英語とかで言語化するというふうになってるのかなと思います。で、この部分がですね、そういう仕組みでチャネリングはありますと。で、それは、事実あってですね。で、じゃあ、そこを伝える人がですね、周波数で呼び合うので、ある方がお亡くなりになったとか、抜けましたとか、その病気データというデータ情報もあるので、その病気データとか、亡くなった方の意識がですね、いろんな周波数を持ち合わせている中の、チャネリングする方、周波数を合わせる方が、100Hz でつながりに行って、100Hz で伝えるのか、1万 Hz でつながりに行って、1万 Hz で伝えるのかによって、全然変わるので、例えば、おばあちゃん、亡くなったね、おばあちゃんの声を下ろせますという人が、おばあちゃんが 100Hz、本当は10の何十乗 Hz ですけど、100Hz から1万 Hz まで持ち合わせてたとして、チャネラーさんが 100Hz までしか伝えられないと、おばあちゃんは非常に苦しんでいますよということしか伝えないとか、1万 Hz 高い側までね、つながれる人はすごくいい状態でいますよとか、あと、じゃあご病気の周波数があったとして、それを下ろすと言ったときにも、意識の低いチャネラーさんだと、そのことを見せて、で、そのクライアントさん来てくださった人に、あんたそのまま行くと、このまま行くと、すごい大変な状況になりますよ、みたいに、悪い方を見せて、恐怖とかですね、脅しを与えるような伝え方をするんですね。それがそのチャネラーさんの意識が低い側になります。で、同じご病気をチャネリングで見たとしても、周波数の高い、意識の高いチャネラーさんっていうのは、そのご病気を見たとしてもですね、自分自身お体をいたわってあげて、で自分にね、お風呂入った時とか愛をかけてあげてくださいねって、そうすると、あなたのお体も非常にいい状態になって、どんどん人生開いてきますよというふうに伝える、高い側を伝えるですね、この現象に対して低い悪化していく恐怖を与える側ではなくって、安心感を与える、未来の希望を与えるっていう側をお伝えするのが本来の、チャネラーさんの役割だと私は思いますので、で、そうすると、このクライアントさん聞きに来た人を悪化するのか上っていくのかっていうのは全然変わってきますので、その現象に対してどう捉えるか、どう伝えていくかっていうことが非常に重要になります。そういうような、方とね、お付き合いいただければと思いますし、そういった方々が増えていくことによって、素敵な未来を観測、クライアントさんが素敵な未来を観測するので、あ、自分は人生開いていくんだと。いうふうになっていきます。そういう意識の人たちがね、増えていけば、本当にこう素晴らしい、地域、環境になっていくかなと思います。ぜひそういうふうに皆さん自身が、チャネリングを受けるとかする側においても、意識の高い側をいつも響かせるというふうにやっていっていただければと思います。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。